ハロー視聴者ボーイ、私の名前はペガサス双玉クロフォードです。今回はいつも通りのペガサスデッキに本段の目玉ボルメテウスサファイアドラゴン、誰もが考える超ロマンコンボです。そしてあまりにもツバイランサーが多すぎるので、クリブゾンチャージャー地獄スクラッパーガンズミです。アポカリプスでもうツバイランサーがあまりにも多すぎて嫌になってしまったので、想像の前には破壊があります。全てを無に帰してからのサファイア、これも考えております。そしてなぜか入っている我らが王キングアトランティス大先輩はペガサスアタック効果でキングアトランティス先輩からの全てを手札に戻し、場がガラ空きになったところでペガサスの効果が発動。ボルメテウスサファイアドラゴンを特殊召喚し、防御不能の3枚焼却、必殺アトランティスパニッシャー、これを決めるためのロマン構築です。本来はいりません、完全にロマンコンボのためです。いきます。今回はランクマッチで挑戦してみます。と言ってもシルバー帯なので、まあどうにかなると思って動画を撮ってみたのですが、うまくいかないことってありますよね。天神天神天神、男とは常にロマンを追い求める生き物なのです。必殺技を決めたい、それこそが男の生きる道なのです。お正月ルピコのスリーブとプレマで願掛けです。マインドスキャン来なさい。クソです、所定が腐ってます。初手に来てはならない、何度言えばわかるんですか。この魚はもう捌かれないとわからないみたいです。コッパみじんにさばいてあります。おっと、これお相手ミラーマッチの予感、埋まりなさい、二度と帰ってくるな。聖王の鎧召喚、もう本当にあなたたち何なんですか。ここはクリムゾンチャージャーで足を引っ張ります。しかしこちらはあまり揃ってないです。進化元がいなければ何もできない。来なさい、 OK です。次のターンどうにかできそうです。ワンチャンあります。ヘブンズゲート、シリウス1体、おお、なんというロマンムーブ。お相手もなかなかロマンを追い求めています。他人とは思えないです、シンパシーを感じます。ここはもう行きます。2体のクリーチャーでオーバーレイネットワークを構築、現れよ聖獣王ペガサス。シリウスと相打ちですが、それもまたいいでしょう。来なさい我らが王、王の凱旋です。キングタイム来ないけども、さあブロックしますか。ブロックしました、来ました。さあここでサバイアが引ければ来ました、来ました、王の力を借りつつもサファイア降臨です。アルティメットバーストストリーム、焼き払います。上手に焼けました。ヘブンズゲートを焼いたのはでかいです。そして次のターン10マナなのでもう1体出すことができます。もうアトランティスパニッシャーとか言ってる場合じゃないです、もう決まりません。これアトランティスパニッシャーはできません、実現不可能です。ダブルサファイアです。アルティメットバーストストリーム、強靭無敵最強です。サファイアはやはり騎馬サファイアが一番安定します。運に頼ってはいけない。さすがにランクマッチでこのようなロマンコンボを決めるのは無謀でした。カジュアルマッチでどうにかアトランティスパニッシャーを取れないか検討してみます。勝負に勝ってもアトランティスパニッシャーができなければ意味がないのです。カジュアルマッチで狙っていきます。もう後がないです、何時間取ってるか分かりません。あの一瞬を動画に収めたい、ただそれだけなのです。埋めるカードを間違えました、プレイミス。
はい、来ました。あなたは眠ってなさい。二度と来るんじゃありません。山札に眠ってなさい。手札にこういうものなら容赦なくマナゾーンに埋めます。しかし今回はそこそこ幸先がいい。ワンチャン狙えます。これ結構早い段階でペガサスを出すことができます。ロストチャージャー、ドルバロム、圧倒的ドルバロム。これは時間の問題です。さっさと決めちゃいましょう。ウォルポニカ召喚。さあ単色単色 OK です。次元の霊砲。そしてウォルポニカを引いて当たる確率を上げていきます。さあアトランティスパニッシャーさせてください。お願いします。その瞬間をこのビデオに収めたい、動画に収めたい。それが私の願いなのです。さあ刻一刻と迫ってきます。9マナ溜まった瞬間絶望が始まってしまいます。おっと、あれドルバルム、あ、アビス、あれドルバルムが落ちていない。インビンシブルアビス、これはどういうことでしょうか。まあいいです、チャンスに変わりはありません。2体のクリーチャーでオーバーレイネットワークを構築。現れよ聖獣をペガサス。相手にクリーチャーはいません。アトランティスが出ても意味がない。でもとにかくそのムーブを見せたい。来ました、王の凱旋です。キングタイムからの現れよ。うまくいかない、そうそううまくいかない。それがカードゲームです。人生と一緒です。そううまくはいかないのです。全くもって世の中うまくいかないことだらけです。人生とはそういうものなのです。お相手のマナが9マナ。しかしドルバルムは落ちていないのでまだどうにかなりそうです。さあまだチャンスがありますと言っても、なんかもうこれ別にペガサスじゃなくていいんじゃないかっていう感じですが、いきます。来なさい、バーストストリーム。来ました、もうこの絵面が揃ったから OK です。この絵面が揃ったんで何でもありです。アトランティスパニッシャー行きなさい。アルティメットバーストストリーム約束します。行きなさい、キングアトランティスダイレクトアタック決まりました。この絵面、この盤面が揃えば OK です。許してください許してください